皆さんこんばんは。こんばんは。愛媛県大洲市でお届けするエンターテインメント、生まれも育ちも大津です。まみさぶろうです。めぐんです。はい、今日は桜祭りが開演しているということで、白山の方に登ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、桜祭りということで、今あの市民会館横のトイレのところからスタートして上まで上がってみたいと思います。ほら、桜のだいぶ咲いてるね、うん、よし、行ってみよう。うん、綺麗やね、これ見て明かりがボンゴロボンゴロ横に揺れて、ここのもう椿寒桜はだいぶ散ってますね。こんばんは。こんばんは。ああ、こんばんは。この前ご無沙汰してます。セカンドストリートで会おうた、いや、山口さん、はい、はい、クリニック屋さんの、はい、昨日 YouTube アップした、はいはい、花火、ああ、はい、花火、はい、今日優勝したけど見に来た、はい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 、はい、すると、はい、昨日は、はい、泊まってる人がおったらしい、ああ、大津じゃね、はい、そうみたいですね、そうみたいです、そうみたいです、はい、がっくり、がっくり、もう WBC で優勝したっけ。ああ、なるほどなるほど、急いでほないからやってきて、ああ、なるほどなるほど、残念でした。なるほどです。笑い話でした。いや、本当ね、本当はね、もう優勝したけん言うて花火どんどん上がったらよかったんやけどね、田中が当選共産やない違う、大津城の染まった人が共産してくれたみたいで、ありがとうございます。どうもすみません。はい、まあ、また、まあ、楽しみにしております。あれ、これ映ってますけど出ていいんですか、これ。お、か、ですよ。出すのは最後。あ、本当ですか。はい、じゃあ出しますんで。じゃあまた。また今度ゆっくりあの。はい。あ、もう一度。ありがとうございました。山口さんでした。いいね。一歩にはホテルの横を通り、ルアンの横を通り、さあ上まで上がってみましょう。すごいね、なんかもう今年は4年ぶりの売店が出てるそうなんで。4年ぶり。うん、いや、コロナでやってなかったみたいやけど、それもちょっとレポートできたらなと思ってます。すごいね、桜はどんな咲いとる？ちょっと咲いとる。まあ、ぼちぼちやな。あそこの奥の結構咲いとる。あ、本当やね。あそこの奥の。でもあそこ見れないのよ。お風呂があるから。あそこはお城が泊まった人が入る特別なお風呂があるから。おお、見えるね。ちょっと見えるわ。おお、やっぱライトアップされてるとかっちょいいね。すごいね。どこがいい、これ。ちょっと日中じゃないけどわからんね、桜がどれぐらい咲いてるかが。この間夜のお花見をしたところなんですけども、ちょっとやっぱ夜がね、桜なかなか見にくくて、でそれから2日後ぐらいな経ってるんですけど、うん、やっぱちょっともう桜がだいぶ咲いてるんで、ちょっと見に行ってみたいなと思います。ね、レッツゴー。こっからの大津城も綺麗ね。確かに、ね、写真撮った、うん、動画撮ってる。これはしだれ桜かな。だいぶしだれとるよね。何それ。しだれ桜。桜もいろいろ種類がいっぱいある、ね、ポケモンと同じみたいに。これは椿です。椿もね、綺麗よね。メダカの学校、何か分からない。すごい、これそんなにおるん、これ本当に。これすごい時はもう全然何もなくて埋まってる。はい、メダカは絶滅危惧種になってるだかなってないだかで言ってましたけど、最初はグー、最初はグー、
グリーングリーン、グリーングリーン、チョリン。グーリー、こうやって上がって。グーリー、はい。グリーングリーン、チョリン。あ、パイナツプルルルルルル。ルはええやん。ルはええやん。はぁ。やろ。はぁ、ちょっと待って。リーから。はぁ。あー、綺麗に咲いとる。綺麗。なあ、だいぶ綺麗に咲いとるね。お父さん、こっからがいいの？いいね。まだ散ってないね。うん、ちょっと散ったぐらい。あー、今が一番綺麗かもしれないね、ほんと。よっしゃ、あ、綺麗。桜祭り、今日は上上がりますか？上上がります。ちょいにゃん。よっしゃ。あ、ほら、観光あれ、お店あるやろ。暗すぎて桜が見えません。桜祭り。お店あるね。行ってみよう。お店マスクしてない。あれ、いいやろ。テントで宴会してる人だろ。すごい。うわあ、すごい。ドドン。大津城です。はい、大津料理組合さんで屋台があります。じゃ、ビール飲んでいい？こんにちは。ちょっと8時までなんですけど。え、何時？もう今何時？もう終わった。なんか出せるのは出せます。まだ数えてない。あ、ほんと？ちょっとビール、ちょうど8時です。あ、ちょっと入っていい？ちょっと入っていい？大丈夫です。おでんとかビールはまだ出せます。頼むぜ。これちょっとメニュー取らせて。はい。桜まつり田楽おでん生ビール瓶ビール。おでんとかっていけろ。あ、大丈夫っすよ。ほんと？何が、何があるやらないやら。ちょ、見して。行っていい。どうぞ。うわぁ、染みとるね。はい、大根、ごぼ天、かまぼこ、こんにゃく、牛すじがあるぐらいですかね。なるほど。ちくわやったら食べると、ちくわにしようか。じゃあちくわ1本ください。ちくわ1本か。うん、ちくわと1本割れたかなっちゃうんですけど。あ、大丈夫。もう食べて焼きとるんよ。3本とかだったら400円になってるんですけど。あー、なるほどね。50円で、うん、1本でいいです。はい、はい、いただきます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、ちくわでございます。いただきます。うん、いいね、みがらし味噌が。あ、ちょっとお金、お金持ってきてないんだ。5000円ですか？ちょっと待って。呼んでくるわ。これ食べて感想言って。どう？美味しい？ちくわ好きやもんね。ちょっとお母さん連れてきて。こんなプレハブが最近建てたん？これ。今までその屋台建ててた費用よりかは、うん、なんか見積もり取ったら安かったらしくて。へえ。今回はプレハブにしてみたって言ってます。あ、そうなんや。はい、昔はあの炭の方でね。ですよね。こたつとかが出て、はい、そこで飲んだり食べたりできよったけど、これ頼んで外で食べてもいいやろ別に。あ、全然そうっすね。1000円もらって。あ、1000円もらってきた。払っとって。はい、すいません、これ払いますって。払ったお釣りもらってください。お父さん、これありがとう。あ、すいません、ありがとうございます。今日は誰も
誰もお食事はしてないね、今のところ。昨日よりは静かになった。昨日？この間だろ。この間。いいね、ここから。観光桜祭り24日金曜日は大洲城観覧車に紅白まんじゅうプレゼントですね。で、明日が4月3月25日桜祭りミニマルシェがされるそうです。こんにちは。こんにちは。何削りよ。用の。ああ、なるほど。だいぶ咲いたね。ねえ、綺麗やね。明日のマルシェってここで、ここに車が来るの？いや、マルシェ明日の明日のところ。あの向かい側ぐらいだと思う。ああ、ありがとう。撮れた？見して。撮ったやつ見して。なんでよ。おお、上手やん。桜も入れて撮ったらいいのに。ちょっとブラブラしていきます。はい、ありがとうございました。差し入れもう帰る。もう帰るけど。ちょっとマジで。いいっすか。プリン4つ。すいません。4人家族や。4人家族。ありがとうございます。そう、妹も来とるんですけど。来とる？あ、今おりました。今、あそこにおるあれ。あ、奥さんと。あ、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。全然。帰って食べます。プリンドローン言わすいませんすいません、わざわざ。なに、アイちゃん。アイちゃんじゃないよ。前に、はいはい、ヤタホでライブ配信してる。はい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 、はい、クリさんとラクさんと、その時にヤマトさん3話のちゃんぽんが好きやって言って。あー、覚えてる。はい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 、はい、で仕事で萩茂にかまぼこを、はいはいはい、おろしよる。あ、はい、おろしてます、はい、で3話の奥さんは、うんうん、はい、萩茂にかまぼこの娘なん。そうなんすか。でな、俺いつも3話行くわ。はい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 、これでこれこれでこういうがあったり、はい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 、話したい。うんうんうん、ええー、って。3話のちゃんぽん褒めとったぜって。この間も言ったよね、3話のちゃんぽんね。何言われるんだ、声かけられんの。いやいやいや、声かけられんかったけど。そうだ、あれちゃんと言うたんだ、うん、ねえ、もう写真も見せたやった。でも食べに行ったね、この間ね、ちょっと前ぐらいにみんなで食べに行って。で3話のその社長と、うんうん、栗田の石屋はゴルフ仲間や、はいはい、あ、そうなんすか。へえ、あの三和の社長さんって、あのいつも受付でおる方？ちょっとぼーっとしてる。ああ、はいはいはい、わかるわかるわかる。上智大学。すごいですね。これ行く。あ、そうなんですね。美味しいですよね。まあ、また、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ回ってやります。いやいや、ありがとうございました。プリン、すいません、差し入れいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、写真撮りよるな。そうなん。いや、ここはセーブするな。登ろうや。うん。登ろう。あ、来たよ。来たよ。せっかくだけちょっと上がろうや。はい、これが大洲の夜景でございます。はあ。大洲賞取れた？あ、野球しよるやん。大洲賞で。わあ、飛び瀬山のあの展望台というか観光売店があるところも結構咲いてるね、あれ。ねえ。わあ、綺麗ここ。
綺麗やね。おお、大洲城かっこいいね。あやついとよも。影で遊ぶな、大洲城の。はい、ティー、ティー、ティーやってんで、ティー。はい、とよくん、ティー。おー、これちょっと崩れよるやん、これ、石垣が。これ。ねえ。お花見、お花見ですか。そうなんですよ。違いますよ、お花見と。あ、霊界、霊界するんすか。霊界やった。え、ライオンズさん、はい、あ、ライオンズさんね、うん、なるほど。お花見という、お花見霊界。お花見霊界、なるほど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 。すいません、お先に失礼します。ありがとう。うー、すごい、ここすごいね。めっちゃ美味しそうでいくよ。うん、行ってきて。はい、何年ぐらい前にこの動画が止まるの。大変やろ、上がったり登ったり。はぁはぁ言うとりゃ。どっちから降りるの。こっちやろ。あ、向こうから回ってきてもいいよ。ほら、ぐるっと。めんどっ。繋がっとる。何の虫なの。綺麗やね、ここの遊歩道も。はい、ということで、大洲城の桜を見に行ってきました。あの、週末は結構雨が降る予報が出てるらしいので、皆さんも早めにお花見を楽しんでみてはいかがでしょうか。それじゃあまたね、バイバーイ。